さんの皆様にお越しいただきまして誠にありがとうございます。本日今日、入り口でお配りしましたが、会員募集の件と、最後ちょっと締めということで、お話をさせてもらいます。今日乾杯のご挨拶で、Tポイントの方からもお話ありましたが、もう本当に今レース界、モータースポーツがもう本当に低迷してます。昨年、ダカールで、ダカールラリーでトヨタが総合優勝しました。このことも全くニュースでは取り上げられませんでした。またテイトラの24時間で小林カムイが優勝すると、こういう会場があっても全くニュースでも取り上げられない、今こういう時代に入ってしまいました。先日のアンケートで18歳の男子が、18歳から25歳までの男子に車の免許を取るかっていうアンケートをしたそうです。その時に、実は6割以上の方が免許は取らないというふうに今言っている、こういう時代です。これは本当に今日もお話ありましたが、何が問題かっていうのはヒーローがいないってことなんですよ。ヒーローが、このヒーロー、私は40後半ですが、私の頃にはアフリさんがいて、右京さんがいて、そして野田秀樹さんがいました。私は野田秀樹さんがイギリスから帰ってきた第一戦富士スピードウェイ見に行ってますんで、そのくらい僕からすると大ヒーローなんですよね。そういう方が今いないということは、やっぱり若い子たちに心の火をつける人がいなければいけない。それは誰かといえば、もちろん野田樹潤でございます。この野田樹潤がをきっかけにみんなが車に乗りたい、こういう時代にもう一度戻さなければなりません。そのためにこの誘拐の申し込み書があるわけでございます。また年会費個人でしたら5000円で結構です。そして企業でちょっと余裕のある方は5万円という、この2つございます。ぜひ書いていただいて、ファックスなりいただけますと、振込先の案内だとか、そういうのが出てきます。ぜひ本当に野田樹潤は本当にこの国の最後の砦です。本当に私はそう思ってます。唯一無二の存在でございます。もう女性レーサーでこんな彼女出ること絶対ないんですよ。それだけの人間でございます。はい、ちょっと詰まりました。熱くなりすぎるとね、よくないです。本当に、一人一人皆さん声かけていただいて、出口のところにはこの紙何枚か置いときますので、もし友人にでもぜひそういう方がいましたらお声かけいただいて、ぜひ多くの会員で樹潤を支えていきたい。そして最後は必ず一般連載に私たちの手で作り上げましょう。本日はお越しいただきまして誠にありがとうございました。皆様ありがとうございました。